はい、どうも直樹です。今回なんですが、また今日も大学生の一日を撮っていこうかなと思います。いや、暑すぎてね、服のチョイスをね間違えましたねそれでは今日もよろしくお願いします。後期の授業始まってから教科書を買ったものがあるので、やっぱ書籍売店に向かってます。いろんな教科書ありますね。で、目の前にあるのが、関連職種連携論の教科書です。まあ2冊ね、買わないといけないんだよね。いや、教科書ね、買いました。で、合計でね、9300円です。まあ、結構ね、高いですね。しかもね、分厚くてね、重いです。暇なんでカフェテリアに移動してます。まあ勉強しようと思うんですけど、場所を見つけたのでそこで勉強します。で、何を勉強するかと言いますと、漢字検定の2級の勉強してます。前も関係の勉強しましたよねいつ取るんだっていう話なんですけども、まあ取るのはね、先の方になりますね。まあ地道にね、まあ、頑張っていきます。で、お腹が空いたので学食を買いに来ました。いろんなメニューがあって、どれをね食べようかね迷っています。どれにしようかな。迷った挙句買ったのは、金丸丼です。320円でした。おまけに唐揚げが乗っています。いただきますということで、何ヶ月ぶりの、ね、学食でした。豚肉とキャベツと唐揚げが乗っています。久しぶりの金丸丼ということで、味がね懐かしいですね。本当は大盛りがあったんですけど、食べきれなそうだからね、やめましたでも健康に、ね、まあ、そうだったので、まあこれはこれでいいです。ごちそうさまでしたというわけで、とてもね美味しかったです。食器類は紙皿に変わったので非接触となります。セルフで下げに行きます。直樹チャンネル。食べ終わったので、授業が始まる教室に移動します。食べ終わったらすぐに移動しないといけないんですよね。次の教室に向かいたいと思います。まあ今日は3限だけなんでね、30分間に着いてしまいました。早く着いちゃったけど、まあいいや。間もなくね、授業始まるんですが、すごく人数多くて密になっている状態です。まあ席の間隔は空けているので、まあ大丈夫なんですが、すごくね暑いです。授業を受けようとしたので買います。まあちょっとね疲れましたねというわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではじゃねー。